期があります。分岐器の数なんですけども、どんだけあるのと、お客様が普段利用されている本線上で27基で、車庫内には6基、合計33基の分岐器がモノレールにはあります。今はちょっと見にくいかも、見えないと思いますけれども、この後ろに操作盤があって、先ほどの係員がスイッチで操作して分岐器を動かしてます。普段車庫内動かすときは、運行を管理している指令所と呼ばれるところで指令の係員が動かしてます。で、お客様が普段利用される本線上では